TV のイシキンです2020年7月じゃなくて8月2日の動画日記となります。はいですが今日撮ってるのは今撮ってるのは8月4日の夜となります。ちょっと、えー、日数が空いてしま,しまいましたが、えー、撮っていきたいと思います。はい、8月2日はですね,、えー、ですね2つかな、えー、面白いことがありまして1つ目は、えー、この、ね、動画日記。 もしくは、あこの、まあ、えっ、ー、と、イシキン TV という、えー、チャンネル名で、<laughs> YouTube チャンネルやってるわけですけども、こちらのチャンネルを、なんと、えー、実家のね、母親の、えー、母親の友人が、えー、母親の友人が、えー、チャンネル登録をしてくださっているそう、ということが分かり、えー、そのね、さらにその、えー、友人、 <laughs> むずいな、えー、と母の友人とその娘さんが、えー、僕のものまねを、えー、こうガツボに入って面白く、えー、楽しみにしてくれているということを母親から、えー、聞きましてすごく、えー、なんだかこうやってきてよかったなって思ったし、まあ、すごく、えー、やる気もその言葉だけで、えー、やる気も出たし。 すごく嬉しかったです本当に。はい。えー、まあこの場でねありがとうございますと感謝を伝えて、えー、させ伝えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい。えー、本当にそういうあのー、まあ一人でも、えー、誰かがねどこどこの誰かが見てるってことがわかるだけで、えー、こんなにも、えー、パワーがエネルギーが湧いてくるもんだなと、えー、改めて感じた。 8月2日でした。はいもう一つは8月2日の友人とねいつも一緒にサウナ、えー、温泉行ってる友人とまた行ってきたわけなんですけどもえっ、ー、とまあサウナはまっておりましてサウナからのサウナまあ大体、えー、8分ぐらい8分から10分まず入ってその後にすぐ出たら水風呂があるわけですねで水風呂にまあ、入る前にえー、と汗サウナでかいてるんでそれをタオルでえっ、ー、と しっかり拭いてから水風呂にインするわけなんですけども、えー、そこでね、えー、8月2日の水風呂ではえっ、ー、とーまあ小学生ぐらいかなのえっ、ー、とーまあちょっと小太りなガキンチョが、えー、いて、えー、い,いてですね、えー、でその子が面白かったんですけどもえっ、ー、とーその水風呂のまあ水風呂エリアがあってその縁に えっと、壁に、えっと、ちょっとまあ確かにその小学生ぐらいのガキンチョがあのー、まあすっぽりはまるようなこうタイルというかスペースがあるわけですねでここが水ぼ呂になっててここに壁があってあ壁っていうかここにまっすぐなタイルがあってでここをなんとそのコブ太りのガキンチョはえっとなんか滑り台のように使おうとしていてえっとまずえっと水風呂 の水を、えっと、このすくうやつでパシャーってかけてちょっと滑らして水をかけて滑,ら滑りやすいようにして、えー、何回かね水でかいた後にそのまっすぐのレーンを、えっと、お尻でこう滑り台にスッてスースッて行っていたことが、えー、ありましてあんかもう初めてのえっと 光景だったんで、思わずちょっと見とれて見とれてというか凝視してしまったんですけど面白くてはいでもうなんか子供だからできるあの、よくその遊びを思いついたなっていう、えー、子供ならではの発想に、えー、感動いたしましたはい、えー。僕もね多分僕もそのちっちゃい頃は小学生とかのちっちゃい時はそういう、えー、斬新なえー 遊びなんかをしていたのかなと思うと、すごく、えー、その子のね、これからどう成長していくのか、どんな大人になっていくのか、すごく楽しみであるなと、どういう、あのー、立場から申してるのかよくわかんないですけども、思いました。はい。ということで、えー、8月2日の、えぇ、動画日記はちょっと短いんですけども、<laughs> 終わりたいと思います。はい。それではまた、このまま、えー、8月3日のと4日のとります。はい。ではまた。